建築って結局こう我々の住む場所であったり街であったりそういうものを作っていくっていう意味ではまさに未来のこう形そのものでもあるんですよね。でただその未来がこうなるよっていうことだけではなくってそこで提示したかったのはその見た人が僕らの模型がこうある意味では考えの途中みたいな模型とかアイデアの断片みたいなこうなるかもしれないこんなことが起こったらどうだろうとかでそれはなんか僕らが考えた未来のこう予感に対して人々がそこから何かを受け取ってさらにこう未来を作っていくっていう意味でそのフューチャーズオブザフューチャーっていうあの未来を2回重ねてるんですね。極端な話をするとすごくシンプルで、まあ、海外の人が言う禅的なこう静かな、まあ、両安寺みたいな例えば世界があるとして一方で、東京の街のごちゃごちゃした裏道みたい なんか世界があるとして全く対極じゃないですか。だけど両方日本なんですよね。でどちらかだけが日本というよりは両方が日本でじゃあそれがどこでつながってるのかなっていうのはなんかすごく興味深い面白いなと考えてるんですよね。今我々の世代にあってもやはりそのこう自由に建築というものを自由に問い直し自分たちなりの解釈で作ってみて試していくっていうこの感覚っていうのがずっと続いていてこれがある種の独自性というかそんなことやっちゃっていいのっていう歴史のある人からするとそこをいじっていいのみたいななんか驚きとともに面白がってもらえているっていうことなのかなと思うんですよね。